バブルシステム基板バブルシステムは1980年代中盤にコナミが開発したアーケードゲーム基板である。ソフトウェアは次期バブルメモリを使ったバブルソフトウェアと呼ばれるカセット形態で供給された。発表当時は1 m ビットのエプラムが非常に高価であったことから大容量を小スペースで供給できるようにとバブルメモリが選択されたようである。 カセットには富士通製のバブルメモリ素子が2つ入っており、容量は合計2 m ビット。グラディウスでは別に6 4 k b ット、SRAM が2つと 74LS32 が乗った小さな基板を拡張コネクタに取り付けないと起動しない。このボードでは電源投入時、カセット内の抵抗器を発熱させ、バブルメモリを温めるためのウォーミングアップを行う。 気温が低いとカウントダウン画面が表示されるまでかなり時間がかかり、二度目以降は時間がかからないことから実際に温めていることがわかる。このウォーミングアップでは音声合成による Getting Ready と50からのカウントダウンの音声が交互に流れ、その後画面に99からのカウントダウンを表示しながら2分ほどかけてカセットから メイン基盤の D ラムへプログラムの転送を行い、その間、コナミモーニングミュージックという曲を演奏しながら起動する。ボード上に 2CHR に波形メモリ音源はその後の、同社のハードウェアでも似たような音のものが使われているが、コナミ SCC 音源は量子化レベルが8ビットで、あるのに対し、バブルシステムは4ビットであり、発音数も違うため別のものである。また、 MSX 用ソフト、シンセイサイザーの音源部も、汎用ロジック IC で構成された単音の8ビット度 A のためこちらも直接的な関係はない。バブルシステムは使用された次期バブルメモリの特性によりデータ消失などの故障が頻発したほか、修理用の部品が入手できなくなったこともあり、修理対応で通常の 1M ビットエプラムが2つ乗る専用基板に、 交換されたものが存在する。また、バブルシステムは、マイナス 12V の電源を必要とするが、このロム版バブルシステムでは、必要ない。2019年、次期バブルメモリ内のゲームデータを抽出し、フェレムへバックアップを取る導入ハード、バベラスが発売。これによりデータ消失のリスクを軽減させることが、可能となった。 出荷時は専用のシールドケースが付属していたが、外した方が、筐体に取り付けしやすく音量調整や、設定変更もやりやすいことからあまり使われず、ほとんど現存していない。電車で基板を輸送する際には、電車の床に基板を置いて輸送した場合に、データが消失することもある。当時の価格は27万8000円。書きタイトルは、次期バブルメモリを一切使用していないが、 2枚、組基板の株1枚を共有し、当時のメーカー営業用パンフレットにバブルシステム対応製品と記載されており、オペレーターが所有しているバブルシステムの上部基板1枚を交換して対応するキット販売が行われた。書きタイトルはバブルシステム対応製品とはされていないが当初、バブルシステム向けに開発され、シティボンバー以降のハードウェアと同様の構成になっている。 バブルシステム起動時に演奏される、コナミモーニングミュージックは、もともとは、当時のコナミのサウンド部門の一人 N 氏が別の、ゲーム用に作ってボツになっていた曲だが、急いで、バブルシステムのテーマ曲を用意する必要があり、急遽採用された。なお前日のロム版でも読み込みのシーケンスは残され、本楽曲も流れるが、通常のロムから読み込んでいるため短時間で曲が終了する。 楽曲は雑誌ビープ1987年3月号の付録そのシートにおいてバブルシステムウォーミングアップのタイトルで収録その後アルバムコナミックゲームフリークスにおいてコナミモーニングミュージックの曲名で収録されたその後グラディウスアーケードサウンドトラックなどに収録されているその後もコナミのゲームや音楽 CD などに 起動でもの再現やアレンジされた楽曲が使用されている。イリーガルファンクションコールハット怪しい隣人。もうちょっと加減しろ。ときめきアイドルのネタがあまりにも濃すぎるので頑張って解説する。ネトラボ。IT メディア。2018年5月6日閲覧。もっと。ときめきアイドルフィーチャリング青山翼川口夏美。コナミスタイル。コナミデジタルエンタテインメント。 2020年3月30日閲覧。ありがとうございます。